想像できないことは想像することから生まれる。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターおかっちです。これまで10年間1万人以上の子供と大人の生きる力を指導してきました。その経験の中でやりたいことを実現している人には一つの共通点があったんです。それはやり抜く力を持っている。今日はそれです。やりたいことあるけども諦めようかなって思ってる人、何をやっても続かない、そんな人が自分がやるって決めたことを最後までやり抜ける、それを願ってマイクを持ってます。いきます。今日は楽しいです。何を隠そう、この私はやり抜けない人間でした。投げ出す人間でした。はいぽーい、はいぽーい、はいぽいぽいぽいっていろんなことやったよ。ギターやった、ブルースハープ吹いた、カホンもやった、バイトもオムライス作ったり、郵便局やったり、家庭教師やったり、ホテルやったり、そして、ソフトバンクのモデムを売ったり、いろんなことを体験した。あ、スケボーもやったかな、ローラースケートもやった。本当にいろんなことやったけど全部続かんかった。投げ出してしまう、そんな人間やって。でもそんな俺がある大きなきっかけがあってやり抜く力を手に入れることができた。それはアメリカの大学院留学への挑戦でした。なんかわからんけど25歳社会人3年目の時にアメリカの大学院に留学したいって思って、いや、なんかわからんことない、スポーツを通じた人間教育プログラム、それを学びたいと思ったんよ。アメリカの大学院、英語力はゼロです。ゼロ、ゼロですよ。本当にゼロです。中学受験して以来、中学高校大学一切勉強してない、スポーツ漬けの毎日やったな。大学受験もしない、エスカレーター式の学校やったから、スポーツ一生懸命やってたら大学に行けんねん、そんな感じやったね。で、大学に行ったら授業すら行ってない、スポーツだけやってた。そうすればいい会社に行けるって信じてたから。そして社会人になるやろ、この3年間全然英語に勉強してません、英語やってない。だって得意先は日本のお医者さんやから、英語なんか話す機会一切ないねん。最終英語の実力は何やろ、高校2年生の時に受けた英検準2級、2級は落ちてしまったから。そんな俺よ、全然英語勉強してない俺からしたらアメリカに留学、しかも大学のその上なんだよ、上、めちゃめちゃ無謀やろ、高すぎるやろ、もうなんかあれや、もう言うなればタワマンの95階、タワマンの95階が大学院に合格。俺今1階、見えへんねん、これ下から見ても見えへんねん、ゴール。でもな、見えなさすぎてとりあえずやってみようってなってな、スタートするのはすぐできんねん。やってみた、テストを受けてみたんだよ。アメリカの大学院に行くためにはトエフルのスコアを78点取らなあかん。トエフル受けてみました。テスト時間は5時間ですね。アメリカの心理学の授業、歴史の授業、天文学の授業、いろんな授業を10分ぐらい聞かされて問題に解く。わからん、いや何言ってんの、いやこれ何言ってるか聞こえへんし、問題文読んでも問題が何を問うてるのかもわからへん。スピーキングのテストよ。何やろう、あなたはアメリカの大学生です、寮に住むのがいいですか、それとも一人暮らしがいいですか、あなたはどちらがいいと思いますか。時計はスタートよ。この15秒間で答えを用意するね。もちろん英語で答えますよ。僕は寮に行くのがいいと思います。なぜなら3つの理由があると思います。こう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  For these reasons、 だから寮に行くのがいいと思います。これを15秒で考えて答える。そんなめちゃめちゃ難しかったよ。っていうか今これ5時間のテストで、今これスピーキングのテストな、いやリーディング、リスニング、ライティング、いや何のテストかさえもわからんかった。これね、30回受けたよ。5時間のテスト30回。1回2万5000。な、テスト受けてる中で、なんやろ、30分ぐらい受けてて、あ、もうこれ無理なんちゃうか。もうこのままテスト5時間か受けても、これ絶対いいスコア取られへんわと思って、書いてた鉛筆が、止まった。ほんまやで。見事に止まって、ペンが。止まった。頭も止まった。
でそのまま机に突っ伏した。それで5時間終わった。そんなこともあったんよ。もうさすがにその時は俺このままやってても無理なんちゃうかって現実的に考えられるようになって、今までなんかふわふわしていけるんちゃうか行ってみようって言ってたけど、いやこれこのままやってても無理なんちゃうかってそういう気持ちが湧いてきた。だから助けを求めたよ。留学の斡旋会社に行ったね。そこに行って今の俺の実力で行ける大学がないか、それを聞いたんよ。じゃあ言われたよ。正直一つもありません、厳しいです言われた。専門家からも無理って言われた。いや自分自身も無理って思っている、専門家も無理って思ってる。無理やんこのままやっても無理やん。自分自身自信がないし、このままやっていけるか不安やのに、専門家の人も後押ししてくれへんかった。無理って扉を閉めた、扉を閉めた。ガシャンってぶつかった。いやもうこれどうする、ぶつかったけどこれを乗り越える、いや乗り越えられませんって言われた。じゃあ引き返すんかい、今まで辿ってた道を行くんかい。このままなんで自分がやりたくない仕事をずっとやって、売りたくない商品を売って、そして何やろ決められたレールをただ走ってる。でその先には自分の中で希望もなくて光もなかった。それやのに毎日毎日ノルマをこなす、そんな人生しか無理なんちゃうかって、俺はそれの人生をやることじゃない、やることしか無理なんちゃうかって、その時降ってきたよ。なんていうか、どっかの誰かが俺の人生のゲームのスイッチをリセットボタンを押そうとしてた。見えた、その姿が、その手が見えたんだよ。でもその手を取ったよ。その手を取った。いやね、でも考えてみて、今この道は厳しいけれども、今の俺のこの人生をこれからも60年70年ずっと続けることは嫌だと、正直に嫌やと、そんな人生は嫌やって。どっかの誰かが決めた人生じゃなくて、自分がレールを作って心からやりたいことを表現する、そういう人生をやっぱり歩みたい。そしてこのアメリカの大学に留学するということが、ここのレールを抜け出す唯一の切符やって、そういうふうに思った、そういうふうに信じてた。だから先、上というか先というか、見えへんよ、先見えへん、タワマン95階見えへんけれども、見ようとしたよ。目では見えへんかった、だけどここ頭の中で想像したんだよ、イメージしたんだよ、夢を達成した後の世界を、その後どういう生活が待ってる、頭の中でイメージした。アメリカの公園で高校生と一緒にワンオンワンのバスケの対決をやっている、サンフランシスコでトロピカルカクテルを友達と乾杯している、そしておかちが尊敬するアメリカのアルバート教授のオフィスアワーに来て、自分が学んだことをアウトプットしてまた新しい課題をもらってる、一番働きたかったファーストティーっていうところで働いて、子供たちに向かってライフスキル教育をやってる、そしてこのアメリカを無事卒業して、この和歌山でライフスキルの学校を作って、毎日自分がやりたいことを、やりたい、伝えたいメッセージを伝えたい人に伝えている、それを想像した、イメージした、頭の中でいっぱいにした。そうすれば自分の頭の中は真っ黒で目の前が見えない、だって扉があったから、でもその扉もなくなって目の前がカラフルになって、自分が描きたい世界、生きたい世界っていうのがありありと見えてきた。そうなれば不安とか恐れとか恐怖とか心配っていうのがどっか行った。自分はそこに絶対に行きたいっていう希望に変わったんだよ、絶対に行けるっていう自信に変わったんだよ。そうすれば一歩進めるようになった、一歩だけやけど進めるようになったんよ。本当にそんな戦いやった、毎日がそんな戦いやったんよ。お前はやっても無理なんちゃうかっていう弱音と、絶対に行けるっていう自信、絶対に行きたいっていう情熱、その戦いやった。負けそうになったこともあったよ、でもちゃんと頭の中でイメージして、留学した後の世界、夢を叶えた世界をイメージして、それで一歩進もうとした。そしてそんなことを繰り返して繰り返して繰り返した。そして5年後アメリカの大学院に合格することができた。できたよ、できた。英語ゼロだった俺が、営業のノルマをこなしながら、フルタイムの仕事をこなしながら、アメリカの大学に合格する、その許可を取ることができたんだよ。めちゃくちゃ嬉しかった。タワマンの95階に行けた。
その95階から見る景色はもちろん格別やった。でもその景色以上にその下、自分が1階から今95階まで来たその下、その道のり、その道のりが何よりも嬉しかった。力をくれ、力をもらったんだよ。なあな、トエフルのテストを受けた時、何のこと言ってるかわからんかった。もう手が止まって、頭が止まって、そのまま諦めたこともあったな。アメリカの留学の斡旋会社行って、あなたはもう無理ですって軽く言われた、あの時の気持ちを思い出したよ、思い出した。そしてどんだけ辛いことがあっても、毎日怒られるよ。だって営業やもん。営業のノルマ、厳しい上司で毎日いろいろと怒られている。その仕事の中で、得意先と得意先の移動の時間で英語を聞いて、リスニングして、スピーキングして、シャドーイングして、一つでもフレーズを覚えよう、一つでも単語を覚えようって、ああいう風に頑張ってた俺のことが、その道のりのことが何よりも笑えるね、何よりも輝いてるね、嬉しいんだよ。あんだけ苦しかったけど、辛かったけど、自分との戦いに勝って、希望と情熱、その気持ちで不安と恐怖を塗りつぶして、この95階まで一歩一歩進むことができたんやんっていう、その確かに見えるその道のりに力をもらってる。それが今の俺の力になってる。だからあなたに伝えたい。めちゃくちゃ高い壁も、めちゃくちゃ難しいなって思う目標や夢も、イメージするんだよ、想像するんだよ。それを達成した後の生活、世界はどう変わってんねん。その世界をイメージすんねん。見えるやろ、聞こえるやろ。あなたはその世界で何してんの、どんな服着てる、周りにどんな人がおって、どんなことを言って、どんな仕事をしてる。そしてテレビ局の方がインタビューしに来ました。あなたは何者ですか、どんな仕事をしてますか、そしてここまで来るためにどんなことをやりましたか、聞かれてんねん。あなたはどう答えてる。イメージするんだよ、聞こうとするんだよ。その物語の世界に入っていくんだよ。映画や。タイトルは夢のその先、夢を達成したその後の世界を目の前でありありと想像する、最前列、一番前の席でそれを見るんだよ。スイッチオンだよな、それを見ることだってやで。今行こうとしてるゴールが見えなかったり、今自分がどこにいるのかわからんかったら不安になるやん、恐怖になるやん。このままやっててもゴール行けないんちゃうんかって。だってゴールまでの距離もわからんし、ゴールがどこにあるかわからん、どれだけ進んできたかもわからん。それやのに頑張るって難しいね、苦しくなんね。だから見えなくても見ようとすんね、イメージするんだよ、想像するんだよ。想像できないことは想像することから生まれる。俺はあなたがあなたの全力を発揮してやりたいことを実現することを本当に心の底から応援してます。はい、いやー本当に僕自身が不安やったんですよ、これをテーマにしたのは。自分自身はそのゴールいけるんちゃうかって今頑張ってますね、ライフスキルのプロとして、プロとして誰もが自分の最高を表現して自分らしく生きていける、そういう世界を作るって、100万人に影響力を与える、そんな人間になるって、そういうゴールがあるんだけれども、自分自身が本当に生きるのかなって不安になっていた。もしかしたらこのまま行けへんのちゃうかって。だからあなたのために、そして何よりも俺のためにこの動画を撮りました。少しでも力をもらえた、元気になったっていう方は、高評価ボタン、いいねボタンを押してもらえたら、ものすごく力になりますので、お願いします。一つ告知です。30代最後の挑戦ということで、全国講師オーディションに応募しました。この10年間、教育ど真ん中で生きてきました。この10年間でやってきて、僕が気づいたこと、それを10分の動画にまとめております。
テーマは子供のために大人ができることは何か。もしよかったら10分間見てもらえたら嬉しい。そして少しでも心が震えたら、投票してもらえたら本当に嬉しいです。見ていただいた方は、投票していただいた方はコメント欄ぜひお願いします。まあ、こんな感じでこの、ミスターおかっちのチャンネルでは、とにかくあなたの生きる力が湧いてくる、そんな動画を配信してます。よければチャンネル登録お願いします。それではワンダフルな一日を。ありがとう、さよなら。イメージだよ、イメージ、想像。